この迷彩好きな人もいるのかもしれないけど、何これ これ何？キスマークの迷彩って なんだ、買っちゃったけどさ、ちょっと興味本位でね、興味本位で買っちゃったんだけど、こういうの好きな人いるのかな、女の子好きなのかな、こういうの。いや、このキスマークを武器迷彩にしようっていうこの発想に至るまでがすごいと思います、本当に。はい、いや、ちょっとディスってるけどさいや、ちょっと迷彩、最近の迷彩なんかね、ちょっとさ、僕の理解に追いつかないからさ、このドーナッツのやつとか、ドーナッツ、まあドーナッツはどうなんだろう、まあ、アメリカ人っぽいのかな、まあ、日本人で寿司を武器迷彩にする感覚なのかな、やっぱりよくわからないな、それは。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。まあ、今日はね、アップデート前ってことで特にね、新しい要素がないので、ちょっとまあ動画的にはまあ見栄えは特にないかもしれないんですけど、まあ今日はサウグちゃんで、でこのさっき話してたちょっと謎な迷彩をつけてやっていこうと思います。まあ、かなりディスりましたけど、まあもしこの迷彩ね、好きな人いたらごめんなさい、まあ個人的な感想なんでね、はい、気にしないでいただけると嬉しいです。はい、というわけでやっていきましょう。迷彩見るとカラーリング悪くないですよね。カラーリング悪くない。でもなんかこのキスマークはよく見るとなんかタラコに見えてくるんだよな、どうしても。タラコと白子に見えてくるんだよね。やっていきましょう。ちょっと僕前髪伸びてきたな。僕髪伸びるの早いんですよね。昨日まではちょうどよかったのに今日は長いって思う時がよくある。さあ。ちょっと当てて味方に任せようかと思って、これ右全員じゃないか、もしかして。スライディング、いやー、さすがに多かったね、多分全員来てたかもしれないさあ、ストックパイルは今期間限定ルールなんで、今のうちにね、動画にしておこうという魂胆ですな。多分期間限定外れると人が減るからね、 COD あるある。あー、目の前いた気がするよ。いろいろしたいよ。スライディング勝っていく。で、もう一枚先端にいる。あれは倒したい。よし。で、センター出てきている。ハゲてるおっさん。で、そこに、グレネードじゃなかった、これは。弾補充だった。まあ、ちょうどよかった。うわー、めっちゃ落としちゃった。もう、いや、ソードフィッシュえげつないな、溶かし方は。さあ、高い位置取って、地の利を得て、ちょっと、届ける場所がここじゃないから、リスポーン変えたいところだね、正直。ここは頭足うまく使って、対処したかったけど、厳しい。なかなか前に行けない。めちゃくちゃきついんだけど、なんか変なもの拾っちゃったぞ。あれ？あった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 。ちょっとここ切り替えてみようか。あの頭し倒したよね。倒せる。さすが。ちょっともうちょっとお力をお借りしようか、これ。もうちょっとロング武器のお力をお借りしようか、これ。もうちょっとだけ借りようか。あはちょっと待って。あと一発足りなかったら。リスポーン変わらないね。いや、ストックパイル、リスポーン変えにくいマップに相性が良くない気がするんだよな。ちょっと角待ちします。角で待ってるけど、こうレーザーワイヤーあるから、多分こっち来ないな。うわ、勝てない今の。うん。ダメージを、あ、クソエイム。今のはクソエイムだった。さあ、07かまだ。危ねえ。で、待って、これリスポーン変わってる。体力200に上げて。でも、僕がここにいるから湧かないはずだよね。届けます。よし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 。どっちゃきかな、これ。お前がスナイパーヘリ出てきた。めんどくさいぞ、これは。ここ、屈伸打ちですね。やばい、数落ちてる。でも敵のスナイパーヘリ出てるから、ちょっと一回逃げよう。これ、この命大事にしたい。スナイパーヘリ落としてくれるかな。いやーね、これさ、届けてる間に撃ち落とされるんだよね、絶対。うわー、厳しい。どうする、
センターも来てるな。後ろ来られたら怖いね。後ろは味方がいたから大丈夫だけど、とりあえずこのタラコ迷彩見とこうか。今のうちに。暇がある時間にこう流しておこう。今いた気がする。帰ったかな？ヘリ帰ったでしょ。スナイパーヘリ出して、ストライクチーム出して、ドローンスカット出して。いいぞ。勝てる。敵のスナイパーヘリまだ出てたね。危ねえ。で、敵の体力じゃなくて、味方の体力ですね。ドローンスカット壊されたか？ナイス。さあ、ストライクチーム。さあ、かなりイモイモしておりますが。もういないかな？もう敵のスナイパーヘリいないでしょ。よし。流れ来てるよ。ムーブ。勝ちへのムーブが。ショルダリングして、ちょっとアイシャル拾って。ちょっと詰めてみよっか。あ、こう構えた方がいいね。ロングやって、そこにいるのもカットしていく。いいね。よし、よかった。生きててよかった。よかった、今の。ほんまに生きててよかった。あれは無理しない方がいい。スナイパーヘリゲット。さあ、変わったね、リスポーン。てか、あ、届ける場所か。デポジットの。届ける場所は変わったから、動いていきましょう。でも敵のビジョンパルス出てるな。右危ないね。味方が左詰めてるから、僕も左行っちゃう、このまま。敵の今、盾が見えたから一旦引く。一旦引いて、で、今、最奥に頭らしいたから、右から回っていく、このムーブ。一枚。ストライクチーム。体力200。ナイス！来てる。で、届けられなかったな、今。そこにいるはず。やべ、二人だった！うわー、死んでもうたー。二人だったか、まだ。そして、この脇。すんごい脇だな、これ。あ、どっか取れてないぞ。お？なんか、あ、大丈夫。取れたっぽい、これで。さあ、敵来るとしたら、そうだよね。センターか左だな。ナイス。これは味方のスペシャリストだね。うまーい！自分で言っちゃう。回復？回復は大丈夫だ。体力は満パン。一枚カットして、頭知るな。手前来るから。おお！なんかすごいジャンプしてた今。回収して。で、スナイパーヘリとドローンスカット出して、体力200にする。ナイス。で、やばい、もう、ストライクチーム、今出てるよね。最悪は、いる！なんかいる！ナイス、味方がやってくれた。で、リスポーンが変わってる。センター1枚いるな。やってくれた、ナイス。逃げる、これは。これ届けちゃおう、4個。4個届けて、もうめちゃくちゃポイント美味しいな。普通にこのルール面白いんだけど。すーげー美味しい。で、次届ける場所、センターだ。で、多分、やべ、後ろいる。倒せなかった。ちょっと弾が、うわし。弾が心配。こっちだ。いや、いないね、この辺。
リスポーン変わったかな。来るとするなら、あ終わりか。ふう、いやなかなかいい連続系続いたね。結構普通に面白かった。はい、というわけでお疲れ様でした。今日はまあしばらくまだ期間限定ルールのストックファイルでしたね。で、今撮ってるのが26日なんですけど、今日の夜中とかにアップデートが来るみたいなんで、まあ、そこで何が変わるかですね。まあ、楽しみにしておきましょう。よかったら高評価とお願いします。お疲れ様です。Hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun, open